はい、あそこからカーリングボムが流れてくるのを当たらずに避けるという、このパブロでこうスースーってやって避ける遊びをしていきたいと思います。んー、さあこれを、いや危ない危ない、爆風も危ないよ、これ爆風も危ないからね。やばい、結構やばい、結構面白い、これ結構面白い、いやなんかどんどんでかくなって、で、ね、これやばい、これやばい、これ縦みたいになっちゃった、このこのスポンジが今一応守ってくれてるけど、ね、これでかくしないようにしなきゃ。いやそれうまい。さあここから避けゲー、避けゲーが始まります。あー危ない、やられちゃダメ、やられちゃダメだよ、爆風も気をつけないと。あーやられたやられたはい、2試合目。みんなうまい。いやー爆風、危ない。前出てもいいよね、もうね。めっちゃ近い。うわ、なんか戻ってきたやつがいる。戻ってくんのはわかんない。危ない。いや、マジで結構ね、危ないし、難しい。ふい。避けるゲーム、あ、なんかアンダーテールみたいな感じの。やばい、下がる。よし。ちょっとよ、分かってきた。で、時々速さが違うカーリングがあるし、インクなくなるから、これ、まず。インクなくなる、危ない、ジャンプ。狙われてるね。これ、避けて。危ない。避けていきましょう。危ない。うわあ、出て、爆風強すぎ。爆風も読まなきゃいけない。うわあ、危ない。これ意外と面白い。痛い。はい。頑張りましょう。避けましょう。しっかりと避けていきましょう。頑張りましょう。この、シュッて。このカーリングボムの壁を避けていきましょう。タイミングと、避けるタイミング見せてしまうと当たってしまうので。ふい！オッケー。今うまかった。今うまかったよ。爆風もね、気をつけなきゃいけない。今回はね、でっかい。いやー、危ない。大きいカーリングは見当たらない。すごい、避けやすい。避けやすい。オッケー。ただ、避けるだけって感じでいいね、今ね。じゃあ、ここから、大きいの使ってきていいよ。ふっ！オッケー、ジャンプもできる。ジャンプもできるぞ、これ。ジャンプでも避けれる。あー、大きいの来たね。うわっと、危ない。あ、やばい。爆風気をつけないと。いや、これはしょうがない。当たっちゃう。でかいのいっぱい来たな。これ、よっけ。いい、危ない。やべ、危ない。いやー危ない。今のジャンプでよけた。あ、待って、それでかすぎて無理だ。